俺だー、俺だー、わ、すげえ、俺だ。では、この 3D プリントフィギュアをマクロレンズで細かく見ていくことにしましょう。さあ、こちらが足元です。クロックス履いてますね。ここから上に上がっていきましょう。チャラッツッテレ、自由人パンツ。チャラッツッチャー、チャラッ、うー、ジャイアンね。こう来て、うー、チャラッ、じゃあ、オラ、ネクサップ、ガシャーン。お尻、俺のプリケツね、プリケツ。プリケツ横から見るとなんていうのかな。やっぱちょっとプリッとしますね、これね。ちょっとプリッとしちゃってますね、俺のケツね。じゃあ、ちっちゃーん。ふぅー。はい、さらに細かく見ていきましょう。これが頭部のうんこです。これね、ぐるっと回しますよ、こんな感じでね。ちゃんとね、この先っぽのね、うんこのうんこ感がものすごい出てますよね、これね。すごい出てますね。はい、このフィギュアの表面をよく見るとですね、あの等高線みたいな線がですね、ずっとこのね、模様ができてるんですよね。だからこれね、こう縦に線がずっと入ってる感じなんですよ。作るときにそういう模様が多分できるんでしょうね。なんか 3D プリンターで作るとこういう独特の模様ができるんだなっていうのが、こうやって細かく見ていくとわかります。ちゃんとね、メガネがはまってるのわかります、これ。ほら、中はね、レンズとかは入ってなくて、ただのフレームだけですけど、これね、耳の穴までね、再現されてるんですよ、こうやって。いい耳の穴ありますね。で、この首のね、ゴムもちゃんと再現されております。ぎゅーっと、この襟の部分ね、ちゃんとチャック的なものも再現されてますよね。で、YouTube の再生ボタンがあって、ここに、シャキーン、綺麗なジャイアンがいますね、ほら。ちょっとね、この、YouTube マークはまあちょっとぼやけてる感じですけど、一応僕ね、これお腹にシール貼ってるんですよね、ジャイアンの。で、これが僕の手ですね。でね、おじいちゃんみたいになってますけどね。ジャイアン横から見るとこんな感じです。これちょっとやっぱ隙間ね、空いてていい感じですよ。ちゃんとくっついてるわけじゃない。不思議な絵だよね。シャキーン、シャキーン、シャキーン、シャキーン。はい、そしてこのジャイアンの裏ですね。背中には YouTube ネクストアップクラスオブ2012ってちゃんとね、シワの感じまでちゃんと出てますよね、これ。革ジャン着てるみたいな感じで、この質感がいいっすよね、ほら、シワの感じが、すごくいいっすね。はい、こちら、足の超ドアップです。クロックスのね、このね、ボツボツの穴が、ちょっと再現されてますよね。で、これ、俺の靴下があって、ほら、ここのね、この引っ掛けるとこを、こう、後ろにして履いてる感じも出てます。でね、これね、なんかこう、ちょぼっとあるよね。このね、ワニのキャラクター。これ多分ね、なんかマークかなんかだったんですよ、きっと。こっちにもちょぼってます。やってしまいました。あの、このジャージのこれ襟のとこなんですけど、なんかすげえ薄い 襟で下がこう開いてたんで、こう押したらあのパキッて落ちました。パキッて落ちました。こうしてた、こうしてよ、ここ襟のとこ、襟のとこ壊してた。これ、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 折れちった、これ。まあ僕はね、あのフィギュアを結構壊しがちっていうことでね、あの、まあ今回襟だったんで、頑張ってボンドでね、あのちっちゃいパーツくっつけたいと思うんですけど、あの、このメガネがね、結構浮いてるところがやばいんで、あの、ボンでぶつけてね、メガネ壊せないように気をつけて使いたいと思います。なのでこのね、3D プリントフィギュア、細かいところっていうかね、なんかちょっと浮いてる、うわ、やべ。まあ、危ねえ。なんかね、薄いのがこう空中に浮いてるところとかって、こうギュッて押すとパキッて折れるから、結構気をつけた方がいいと思います。もしこれ作ろうと思う方は、なるべくね、そういうね、折れそうなところができないようにね。あとはまあ作ったとしても、本当にちゃんと静かにこうただ置いとくだけとかにしないと、これ結構壊れますから。あとこのうんこの先っぽとかも結構やばそう。ブン、はいってやったらね、パキッて折れます。うん、気をつけましょう。はい、僕の家にある四天王と並べてみました、背の高さはこんぐらい違います。でね、この綺麗なジャイアンと僕が持ってる綺麗なジャイアン見比べていただくと分かるんですけれども、これぐらいの違いがあります。同じ綺麗なジャイアンですからね。あの、僕が持ってたのはこれ、リアルと、偽物みたいな、ね、
これも偽物なんだけど。ではこの5人で新しいポーズを作ってみることにしよう。はい、こんな感じで並べてみました。僕が真ん中に入って、その周りを四天王が固めるって感じですね。もうちょっとね、僕黒いジャージ着ちゃってるんで色が暗めですよね。周りがちょっと明るめだったんで、やっぱやるんならちょっとね明るめの色着た方が良かったかなと思いますね。でもまあ YouTube ジャージなんで、まあこれでいいとしましょう。チキシー。はい、というわけで 3D プリントフィギュアが完成したわけなんですけれども、僕はねこの人形のデータはもうすでに取ってあるので、これから複製することが可能です。でね、複製する料金がですね、メールに書いてあったんですけれども、S サイズ2万円、M サイズ4万円、L サイズが9万1000円ということで、そのお金を払えば、また作ることができると。で、この人形ね、L サイズなんで、僕、例えば S と M もう一個ずつくださいって言ったら、まあ、6万円払えば、S、M っていうちっちゃいね、ちっちゃいのと中ぐらいのが、作ることができるということです。あとですね、この、人形、僕はアニメコンテンツエキスポで、まあ、特別価格でやったって感じなんですけれども、追加販売がもう行われているそうです。で、価格はですね、S サイズが4万9000円、M サイズが6万9000円、L サイズ、これと同じやつが、12万円ということで、あと、等身大も可能っていうのが書いてあるんですけど、等身大はまたね、料金とかご相談って感じになると思うんですけど、まあ、これ相当重くなるんで、まあ、等身大はちょっと現実的じゃないなと。思います。で、まあ、撮影から約2ヶ月後に購入者の手元に届くということだそうです。説明欄とかにリンク貼っとくので、よかったら興味ある方はチェックしてみてください。というわけで以上、もう早速襟のとこ壊しちゃったら、もうそれだけがもうあれなんですけど、結構デリケートな、フィギュアです。硬いんだけどね、石膏でできてるんですけどね。というわけで以上、3D プリントフィギュア作ってみたというお話でございました。じゃあのー、じゃあのー。